剣は、三島幸夫の短編小説。全7章からなる。大学の剣道部での人間模様を描いた小説である。清らかな美少を称たたえ、剣の道に前例を傾け、極みを追い求める若い首相が、一部の部員の些細な、裏切りによって監視するまでが描かれ、その結末にもかかわらず、一種、清し妙な凍結感が全体を貫き、 無駄なく明瞭な描写力の備わった作品となっている。1963年、文芸雑誌、新潮10月号に掲載され、同年12月10日に講談社より、単行本刊行された。文庫版は1971年7月1日に、講談社文庫より刊行の、県と、1998年3月10日に、講談社文芸文庫より刊行の中世。 県に収録された。翻訳版は、ジョン・ベスター分け、中国などでなされている。1964年3月14日に、市川雷蔵の主演により、映画化された。大学剣道部首相の国部次郎は強く正しく、決然とした姿勢がその県や生活にも、行き渡っているような青年である。後輩で1年生の身部は次郎を尊敬し、次郎のようになりたいと思っている。 二郎の同級生の香川は、首相として、迷いのない二郎の言動が疎ましく、傲慢とも感じ、その美しい微笑に嫉妬していた。二郎も香川も、同じ剣道を4段だったが、審査の厳しい大学での段位では、香川は三段だった。大学の段位が四段の二郎は、もし連盟の査定を受ければ楽に五段が取れる、実力であった。 しかし、二郎は決して連盟の査定に出ようとはしなかった。そんな余裕のある二郎に、香川は、重苦しさと感じ、時あらば、彼に反抗し、自分の流儀を主張したいと思っていた。剣道部の夏の合宿は、西伊豆の田後という漁村で行われることとなった。合宿場所は、窓か高志寺という禅寺である。首相、 二郎の統率のもと、海で泳ぐことは禁じられ厳しい稽古が続けられた。合宿8日目に、部長の木内が船で着くという伝報があり、二郎と副首相らが迎えに出た。その時、香川が、時間が十分あるから二郎がいない隙に、海へ泳ぎに行こうと皆を誘う。うだるような、暑さの中に投げ入れられた誘惑に皆は乗ったが、身分だけは断った。しかし、機内や、 二郎たちが予定より早く車で戻ってきた気配が、すると、三ブは急に、一人だけ規律を守った自分を、二郎は、偽善的に見るのではないかと考え、急いで、皆のいる海へ駆けていった。皆が、海から帰ってきた時には、すでに来ないと、二郎らが、本堂にいた。香川は、木内の命令によって、東京へ帰らされる罰を受けた。反抗的な香川は、 うなだれる二郎を激しい目で見つめた。夕食の後、二郎は、三部に、お前も皆と一緒に、海へ行ったのかと尋ねた。三部は、自分も海に行ったと、晴れやかに嘘を言った。合宿の最後の晩、農会の演芸のさなかに二郎は席を立って行った。稽古着に市内を掲げて出て行くのを、部員の一人が見かけていたが、夜中になっても戻らないので騒ぎになった。 皆で手分けしてあたり一帯を探すと、裏山の頂の林の中で、腕に市内を抱え仰向きに死んでいる二郎を、身分を含む一帯が発見する。三島幸男は、1963年2月に、評論、林房論を発表するが、同年に発表された、他の作品と関連し、僕の考えを批評の形で出したのが、林房さ悟るだし、小説にしたのが、 午後の栄光や県で、喜びのことはその義曲ということになりますと述べている。林房を悟るには、マルクス主義への熱情も、明治維新の上位論も、同じ、心情から出た、思想であるという三等の考察があり、三島はそれを、その志、その大義への停心こそ、もともと、青年の中の上位論と同じ、持つとも古く持つとも暗く、 かつ無意識的に革新的であるところの本質的原初的な日本人の心だとしている。そして、林房さ悟るの中で述べていた一句は、県の主題との関連で、1968年1月のつぶらや孝吉の自殺に際しても、次のような一節の中で繰り返し言及されている。つぶらや選手の死のような崇高な死を、 ノイローゼなどという言葉で片付けたり、敗北と規定したりする、生きている人間の思い、上がりの醜さは許しがたい。それは傷つきやすい、惜しい、美しい自尊心による自殺であった。私はかつて全く同じようなケースの自殺を、剣という小説で描いたことがあるが、小説のように純粋化された事例が、現実に立つたことに驚かされた。私は、つぶらやにの死に、 自作の、林封祖論の中の、次のような一句を捧げたいと思う。純潔を誇示する者の,の徹底的な否定、外界と内心のすべての敵に対するほとんど事故、破壊的な否定、イい,いうべくんば、青空と雲とによる地上の否定、そして、今では、地上の人間が何をほざかうが、つぶらや選手は、青空と雲だけに属しているのである。三島幸夫。 つぶらや2位の自陣行した、三島の思考である、思想と、心情のドラマ、心情の純粋な極地、思想、イデオロギーを超えた、心情が、作品主題になり、三島がその、心情に、類のない意義を見出していることが監視されている。なお、作品素材となる剣道については、東京学芸大学、国学院大学、学習院大学の剣道部に取材をしている。 佐伯正一は、剣を、格別充実した作品と表し、クライマックスは、主人公の自殺となっているが、一種、清し妙な凍結感が全体を貫いていて、爽やかな後味さえ残すと述べて、その、恐ろしいほど透き通った聴明度、主人公の剣道の構えそのままに一分の隙もない、近世ぶりにおいて、幽刻よりも上だと称賛している。そして、 剣道の動作を表す描写を、名称で、フィジカルな力にあふれた描写とし、そこに見られる、鮮明なイメージを、無駄のない直接さと表しながら、その文体は、必要なものは、くまなく継承化されながら、一切の贅肉は思い切りよく反り落とされて、柔軟かつ張り詰めているとしている。そして、主人公、稀な、 孤独な人物だと簡素に表現している三島の描き方について最近は人物像を綿密に描かないことによって緊張と一貫性の効果を生み鋭利な一瞬のシックのような見事な巨像となっているとしヘミングウェイが稀な孤独な漁師や闘牛師を鋭利な筆致で古き良きアメリカの魂を描いたように三島もまた剣のような見事な主人公を通じて 古き良き日本の魂を捉え得たと評しつつ、その、抽象化し、純化して、ほとんど余白で暗示に頼るという筆致もまた、古き良き日本の芸術の方法であったと、解説している。佐藤秀明は、最後の主人公の合理的には、割り切れない決意には、三島が、林ふさおろんや、剣と関連して、つぶらや孔吉への検字でも述べる。 純潔を固示するものの徹底的な否定、外界と内心のすべての敵に対するほとんど事故、破壊的な否定、いいうべくんば、青空と雲とによる地上の否定という、変革の原理へと結びつく常念があり、それは、三島文学に見られる、現実が許容しない歌とも言い換えられると考察しながら、それを三島は、持つとも古く持つとも暗く、かつ無意識的に革新的であるところの、 本質的原初的な日本人の心として掘り起こしていると解説している。松本徹は、剣や林ふさおろんなどを書いていたこの時期の三頭の心境について思想、イデオロギーを超えた我々の内を強く流れる心情とでも言うべきものへと関心を向けていたと解説している。また、些細な裏切りも許さず自決した主人公の最後剣の強さが ガラスのように繊細で透明なものとなり、砕け散るところが捉えられていると評している。菅原洋一は、三島の短編のみならず、その作品中でも、屈指の作品の一つであると、剣を表し、青年だけが己の個性の劇を誠実に演じることが、できると考えていた。三島の言葉を引きながら、自身の分身とも言うべき、二郎の死は、 むしろ完成劇であったと解説している。そして、ただ一点を点火することによって、瞬時にその世界を完成するしという、三島が語っていた言葉を挙げ、二郎の唐突な死がそれであったと指摘しつつ、それは、作者、三島の、ロマンであり、二郎の心情の健在化でもあるとともに、剣の幕切れにふさわしい、強烈な完成だと、論考している。また、 冒頭と結末部において、二郎の黒道につけられた、二葉林道の金色の門が、意図された不調のようになっている点を解説しながら、林道の花言葉と、剣のクライマックスが重なり、印象的だと評している。剣1964年3月14日、風キュモノクロ一時間35分。切る、剣気と並び、三隅の、剣三部作と呼ばれている。 原作にはない女性の登場人物が加えられている。公開時のジャックは、この汗の中に、生きがいがある。現代の誘惑を叩き潰してひたぶるに命を燃やす、異常な青年。誘惑の風を切って、剣の心に生命をかけた一学との異常な生涯を、描く。彼は、アンチ現代だ。研ぎ澄まされた世界に命をかけた異様な現代青年。である。平和。 池弘和夫監督の座頭市占領手。県は小説発表からわずか5ヶ月で映画化された。雑誌に掲載された小説を市川雷蔵が読んで、自ら映画化を希望した。雷蔵は1964年が明けると、すぐ撮影準備に入り、三島も参加する午前4時の関係古見学をしているが、多忙を極める二人が、ここまでするのは、 作品への情熱、そして、三島が雷蔵を、本物の俳優だと認め、期待していたからだろうと、大西望は述べている。剣は、テレビドラマとしても映像化されているが、三島はそのドラマと映画を比較し、加藤強の主役は、見事な単然たるヒーローだが、映画の主役の雷蔵と比べると、 ある儚さが欠けている。これはこの役の大事な要素だと感想を、週刊日記の金曜日に書いている。遠伝長は,は、日本映画50年史の中で、映画、剣について、ここでは雷蔵が三等の分身ではないかと思わせられるほどだったと表している。大西望は、雷蔵が二郎の正しさ強さ、儚さを見事に表現し、 三島の理想を体現することに成功していると表し、三島幸男が描き、市川雷蔵が体現した範囲時代的な青年は、三島の理想とした範囲時代的な美を象徴する人物でもある。三島は、こういった青年を描くときに、共通した特徴を持たせている。それが、美少であるとしている。また、市川雷蔵という俳優自体に、生活習がなく、 人生にも芸道にもストイックなところがあったとし、そこが人生よりも美を選ぶ三島作品の主人公たちを表現できた理由だと解説している。県に関するカテゴリー、県に関するカテゴリー、ありがとうございます。